はい、ただいまお届けした曲はトーコさんでフレンズでした。うん、すいませんでした。うん、しっかりして。はい、パーソナリティすいません、前回じゃないや、前半戦の方でですね、曲紹介をし忘れてしまい、トラブル、話のうちの紹介ということになってしまいました。話に夢中になりすぎちゃった。いい歌だった、トーコさんのフレンズで。よかったよかった、うん、素晴らしい曲です。すいませんでした。申し訳ありません。うん、リーダー本当に謝って。え、俺リーダーですからね。申し訳ありませんでした。僕たち3人の尻拭いをするのがリーダーの役割でしょ。でもここではパーソナリティはコータリンだから。コータリン、うーん、ふんじゃなくて、はい、はい、話続けて。あ、皆様お待たせいたしました。お待たせいたしました。先ほどね、前半の部分で言っておりました、ルシーの絵を見せんのご紹介いたしますよ。ということで、はい、さっさとさっさとさっさっさ出しちゃってください。はい、これです。昨日描いたのは、うん、これ昨日描いたの。これ昨日、ちょっと待って、裏にも描いたんだよ。え、何ベラーンってね。はい、まあ作品、ちょっと邪魔だよ。すみません、ちょっと見せて。あのね、うん、作品名とかまあちょっと言えないんですけども、ヒントを言うならば、まあ分かる人は分かる、うん、本命は心ちゃんでした。でも最近ネロネロも可愛いピンクの主役の子。どうでもいいんだけどさ、はい、これ すごいなお前。そういや、色まで塗れたらね、そこそこになるんじゃないかなと僕は思う。自画自賛。これいいな、貧乳だし。そこ、うん、いや、え、確かに、ね、てかすげえ、これ昨日描いたの。これ昨日仕上げた。うん、昨日最初に描いたのはちょっと前なんだけど、うんうん、じゃあどれぐらいで描いたの。だいたい合計したら、うん、まあパソコンとかね見て、まあ上手い人の絵を見て回ってる時間も結構長いんだけど、だいたい1枚4時間から5時間ええー、うん、ちょっとね、あんまり、そっか、こう普通の顔してるとね、細めになっちゃうからね、目を開いて。うん、それはどうでもいいんだけどさ、うん、これこの1枚に4時間かかったってこと。だいたい、うん、そんなもん。へえー、すげえな、その集中力。いや、途中ちょっとでも詰まると、うん、パソコンに逃げてるんで。ダメじゃん。いや、今ね、ピクシブとかね、いろいろ ね、いろいろとあるじゃないですか。映画とかね、そう、うん、プロの人もやってる野生のクリエイター、そう、野生のクリエイターたちがね、救う あの場所に逃げたりしてますんでね。そっかそっか。まあ、実質書いてる時間で言ったら多分2時間ないと思う。あ、そうなの。うん、いや、それでも俺2時間、僕もね、結構絵を描くのは好きなんですよ、イラストは。たまに僕のブログとかでもアップされてるんで、うん、あ、僕のブログ、あの、生きてくだけで高専年っていうのをブログでやってるんで、よろしくお願いいたします。宣伝した。それ、うん、たまにアップしてるんだけど、うん、俺のは本当に5分ぐらいで描いちゃうよね。早いね。うん、あー、デフォルメされた。そう、描くいうね、ミニキャラみたいな、ね、オッキー、カズくん、ヨッシー、もう俺絵描いたからね。え、俺？みんな描いた。俺のやつ見てないそれ。青柱。あれか、うん、あれか、クマさんみたいな。まあ機会があればこの番組でまた僕が書いたものをご紹介するんで、うん、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなよろしく、うん、これすごいね、うん、結構じゃああれだ、長いんだ、書き始めて。そうだね、最初はね、某カプコンさんのロックマン、うん、ロックマンね、小学生の頃、うんうんうん、書いてたりしました。友達にね、そのノートにいっぱい書いて見してって持ってかれて帰ってきたらね、赤字で他に変なものがついてたりね、泣きましたけどね、その時はね。結構自信作だったから、うん、当時ね。心のないいたずら、子供怖いよね、そういうところは、ね、怖いですよ、ま、悪気がないのだ。そう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 、まあ、悪気がない、うん、いや悪気があったから。あったから、そういうことしたのかな、うん、うん、まあそう、悪気もう笑ってくれると思って ね、 ね、しかも赤のね、色鉛筆ですよ、消せない。当時の色鉛筆は消せない。いや、今もあんま消せないと思うんだけど、消せんの今。いや、今ね、あるんですよ。マジでマジックでも消せるマジックとかあるからね。俺、消せるボールペンは知ってる。そんな感じ。あ、そんな感じなんだ。すごい、あれさ、どういう原理でできてんだろうね。え、なんだろう、水、いや違うな、まあ、魔法。あれは魔法。すげえ、とうとう現代の科学は魔法に追いついた。そう、科学っていうのか、これ。科学が魔法に追いついたようにね、罠もトラップもたくさん世の中には仕掛けられてます。そう、ほう、この前ね、うん、某なんとかチョコっていうプラスチックのカードが1枚ついてくる、チョコウェハースが、ビックリマンチョコ、
まあ、似たみたいなもんなんですけど、うん、まあ、それとはまた別のシリーズであって、うんうんうん、昔高校の時、うん、あのハマってたんですよ。でしばらく空いて新しいのが出てるとコンビニで見つけて、うんうん、ちょっと気まぐれで 2,3 枚買ったんですよ。おうおう。で家に帰ってカード見て、おーおーっつって、こうサイト調べるとあのキャラクターが全部載ってたりするじゃないですか、うん、今回はどんなキャラクターがいるのかなって、うん、もうその時点でね、ほうほう、もうお目当てのキャラがいるってことね。そう、ハマってたん、ハマってるんですよ。首元まで、うん、泥中にズブズブザワザワ。あれでしょ、この前大量に持ってた神羅万象チョコってやつでしょ。言っちゃった。いや違う、最初だって3枚だよ。気づいたら、うん、あのもうあのね、起こったことを話したい気になった。あれなんですよ、あれ何の袋だ、え、何の、なんかショップでもらえるような袋に大量のウエハースチョコを入れて持ってきたんですよ、食べて。え、映画館の袋、映画館の袋で裸のウエハースチョコを入れて僕たち持ってきたわけです。食べきれないの。3枚がね、気づいたら44枚になってたからね、うん、すごい。それバリバリ食ってたの大きいとカズくんだけだからね、うん、お家でなんか5枚ぐらい消費してもう食えないってなった。そんな大量買ってんの。うん、まあさすがにもう、ね、お前やったのキャラ出たの、うん、ミヤタのキャラ出た。44枚目、44枚目で出た。うん、すげーな、その情熱をもっとこっちに傾けてくれ。最初ね、あの5枚買って出るかな、うん、出ない、出ない。次10枚、うん、出ない、出ない、繰り返しですよ、エンドレスマナ。すげー、それあれだね、あの戦略にはまってるね、完全に向こうの。そう、トラップ、世の中罠がね、すげー、ひどいの。その罠のせいで俺今何言おうとしてたのかすっかり忘れちゃった。まあ、あ、そうで、まあ、それ戻るんですけども、うん、そう、絵を描くじゃないですか。描くね。で、上手い人の絵とか見るんですけども、うん、あのたまにね、すごい、うん、手がエロい人がいるの。どういうこと？絵の、なんていうのかな、絵の手がエロい。そうそう、描いてる人の手がエロい。違う違う、描いてる人は描けない。こんな、違う、そんな感じ。違うでしょ、どうやって描く、これで。こんな感じで描いちゃうみたいな。まあ、それはあの S さんテクニシャンやなみたいな。いや、でも、うん、絵師さんは乗らないでしょ、大体絵に。まあ乗らないんだね。そう、あの、そう、描いてある絵の手がね、異様に、なんだろう、エロスを感じるんですよ。エロスを感じる。あれ、俺手フェチ。君はあれ、そうか、手に浴場する男か。違う違う、そう、リーダー頼むぜ、リーダー。違うよ、リーダーやだよ。そういうね、なんかね、汚いもの、汚い、汚いって言った。違う違う、みんな聞いたい、今のこれ映像の汚くないよ、汚くない。僕もわかるから、僕もわかるからね、うん、そういうものじゃなくてですね、うんうん、なんていうか、こう生めかしいんですよ。こう中指と薬指をこう第一関節曲げずにこう曲げて、で小指と人差し指は力を軽く曲げて、うん、親指は力を抜いて、うん、コンってやつだね。それこういうやつ、カー伸びてるからね、って、ね、曲がってないから、親指力入ってるからね。寂しい、でも元気。あ、燃える。まあ、そういうわけで、もう、はいはい、絵で描くと、ちょっとここに隙間とか、こう、チラチラって、かわいい。あの、ごめん、あの、俺一番気になってるのは今、ヨッシーのこの手の毛。指の毛が非常に濃い。男の子だから、ね、あの、全然燃えない、今俺。すいません。あの、良さが全く伝わってこない。絵の手だからね、もう僕も、あ、違う。これ、あ、よく見れば毛が生えてるんじゃない？生えてない、生えてない。生えてない。影、影。影か。手はいつも手こずるんですよ。もう難しい。シャレ言った、今。あ、手だ、ね。手はいつも手こずるんだ。そんなつもりか。違う。心が飛んでちゃう。うん。あんで手は手こずるの。うん、そう。もう手難しいのよ、手。そっかそっか。そう、毎回手こずるから、うん、だいたい最初こう軽くラフみたいな感じで書いて、うん、手だけ先に完成させちゃう。それに1時間ぐらいかかる。じゃあそれまた今度詳しく聞かせて。ということで、ここで1曲をご紹介したいと思います。リタさんで刃に残るは君の面影です。エンジェルノートベストコレクションボリューム8、オレンジキャンディーボックス。最新ゲームタイトルやエンジェルノートの名曲の数々をぎゅーっと詰め込んだオレンジキャンディーボックス。豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール。はい、インフォメーションのコーナーでーす。この番組でもお届けしました3曲が入っております、エンジェルノートベストコレクションボリューム8オレンジキャンディーボックス、絶賛発売中です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あとですね、ハニッチュチャンネルの方ですね、そちらのブログの方でトライアル&エラーキラキラスパイスの方もね、うん、やっておりますので、ブログ毎週更新ですか、しておりますので、そちらの方のコメントもぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、うん、今回でトライアル、4人全員ですかね。あ、ようやく、ああ、うん、で揃いました。大きいよしと
3人回りました。回った。え、はい、次回はしたら今度はまた？そうだよね、カズくんに戻るよ。うん、戻る、うん。これで一周。ギヨンラジオですね。うん、大変なんだよ。見て聞く分にはすごい楽しい。うん、うん、そう。よしね、毎回自分がサブパーソナリティじゃない回も見学に来てるんだけど、うん、外でも笑ってるだけだから。どんだけ人ごと仲間だよ僕たち。もう君むしろリーダーでしょ。違う違う、仲間だからこそね、面白いところはね笑ってあげる。そうだね、うん、止まらない止まらない止まって前回のオッキーの時なんてね、うん、もうねあのね勢い余ってこいつスタジオ入ってきやがったからね。いつもみんな外で聞いてあれ大変だったからね本当。これ大変だよ笑い声いつ入るかこっちヒヤヒヤしてたんだ。それはそれで隣でヨシは暴走、ヨシじゃねえ、オッキーは暴走してるしさ。もうああいうの見るのが大好き。もうね、あんな感じだとさ、うん、自由なのって楽だなと思って。素晴らしいと思います。自由、うん、自由にしようと、ね、アメリカになりたい。はい、自由の国、アメリカ。じゃあなんで自由がいいのかっていうのを30字程度でちょっと述べてもらいましょう。自由、フリーダム、それこそ人間の求めだ。明日困ったね何言えばいいの。だっていけ30字とか言われてもね。そうだね、うん、愛、うん、2文字で片付いた。ラブ、うん、イエス、イエス、これだ。うん、お腹すいた何のつながり、うん、今回どう、うん、振り返ってめちゃくちゃだったないやー、でもこれで少しはね、分かったと思いますよ、うん、あの変態で絵がうまいっていう、ね、そう、このラジオを聞いて僕のことを変態だと思ったあなた、正解。そうだね、今の言い方も相当気持ち悪いもんねお、いや、コータリンも相当なものだよ。今なんでおって言った名字で拾いよ、拾いよ、そこね勘弁してください、コータリン、コータリン、コータリン、うん、そっか、まああのあれだからね、うん、過去分、過去分っていうの。何過去分って。キーとカズくんの回、あー、うん、過去の、ね、まだ YouTube の残ってるの、うん、見直してもらえば分かるんですけど、うん、見逃して。今回が一番なんか落ち着いた感じの。まあリーダーですから。そうだね、いや、よかった。俺多分だから次からもっと俺自由にできるねえ、どういうことだってね、これでも俺セーブしてんだよ結構。本当に、うん、え、じゃあもう爆発していこうよ。爆発、コータリン爆発。俺多分後で相当スタッフさんに怒られて終わりだと思うでもそれをまとめなきゃいけないからね、君たち。いや、もう笑うだけ。そうだね、うん、まあ面白いものが見たい。楽しみにしておくよ。はい、うん、ということで来週は我らが中瀬ひな&リリカのキラキラスパイスなので、です皆様お楽しみにしておいてください。楽しみに。ということで今日はここまで、うん、お相手は私、コータリンこと大下幸太とヨッシーこと対馬よしのりでした。それでは、バッハハーイ。またね。トライアル&エラー。この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM でお送りしました。皆さん、はじめまして。私ね、中央 FM のイメージキャラクターを任されちゃったの。だからお願い、私のお名前をみんなで決めてほしいの。決まったら、voice@fm840.jp に送ってね。